ユーツヤは中国父春市出身の女性フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック、2010年バンクーバーオリンピック女子シングル中国代表。国流交渉の父春市に生まれ5歳の頃にスケートを始めた。ジュニア時代には主要国際大会への出場はなかった。2003から2004シーズンに中国女子シングル代表として、 ISU グランプリシリーズに参戦。以後毎シーズン成績を残し、グランプリシリーズの招待を受け続けている。2004から2005シーズン、中国選手権で初優勝、2005から2006シーズンには、カール・シェーファーメモリアルで、国際大会初優勝を果たし文字通り、中国女子シングルのエースとなるも、トリノオリンピックでは11位、バンクーバーオリンピックでは19位に終わった。 2002年には、そうおむとともに、日本のサントリーウーロン茶コマーシャルに、スケーターとして出演した。中国では、全国選手権として、複数の大会が行われている。ここでは、国内順位として、国際スケート連盟に報告された大会の結果を、記載している。複数の大会結果を総合してつけられた、国内順位が報告されたシーズンは、 総合順位をつける際に最も比重の高かった大会の結果を記載している。バンクーバーオリンピック最終予選。国際スケート連盟主催。ABC インタープリティブフリー。中国選手権は p c s 係数が高いインタープリティブフリー。SPFS の3演目で競われることがある。ありがとうございます。